吉田しおりさんです。よろしくお願いします。アクション。私はもともとチークを使わせていただいていて、パウダーなんですけど結構しっとりしてて乾燥しなくて、すごい発色も綺麗なので気に入ってます。今もずっと使ってます。 SPF 30というものになって、まあ、大事なものをアップしました。すごいつけた感じがしないぐらい軽いのと、薄いんだけどすごいしっとりしてて、あとは肌がすごい綺麗に見えるのもありますし、昨日も私プライベートでもちょっと出かける際に1日つけてたんですけど、よれづらくて結構これからの時期とかもすごい重宝するなと思って、とっても素敵な商品だなと思いました。ヨガが結構楽しかったし、あと普段私はホットヨガに行ってるので、ああいうこうホットじゃないヨガはなんか初めてだったので、すごい新鮮で楽しかったです。あと私はパッケージがすごいお気に入りで、全部シンプルですごい可愛いです。チューブタイプがなんか可愛い、ホワンとしてじゃんじゃん。2020年は本当もう普通に健康に過ごしていられたらいいなと思って、ホットヨガとか今から対策をしているので、それを継続して健康的に1年過ごせたらいいなと思ってますし、あとお仕事もやっぱりいろんな役柄にチャレンジして、自分の可能性がもっと広がっていけばいいなと思ってます。本日撮影は以上になります。ありがとうございました。